じゃあ、イコさんも、時間なんで、はい、そろそろ始めてもらってよろしいですか、はい、あとは任せました。はい、ありました。はい、じゃあ皆さんお疲れ様です。はい、<laughs> 昨日の夜のね、素晴らしい昨日とかも、あっという間に最後のセッションになって、えー、参りましたで。最後のセッションも皆さん疲れが溜まってると思いますので、それを吹き飛ばす意味でも、祈りを込めて、乾杯とは、記念、 祈りを込めたものです。さあ、最後のセッションを良いものにするために皆さんご唱和ください。乾杯ありがとうございます。初めてだな、この始まり方は。<laughs> はい。というわけで多分 Discord、あ、Discord の皆さん見てますかこれ、どこ見てる ?Discord の皆さんどこだカメラはどこだあれか。見てるはい、Discord の皆さんもぜひ盛り上がってってください。はい、じゃあ。 えー、メインホール最後のセッション、不確実性に打ち勝つ OKR、OK、戦略について話していきます。よろしくお願いします。最初に自己紹介させてください。えー、ナビタイムジャパンという会社で VPOE やってる小田中と申します。で、それよりも今日重要な情報はですね、私新潟出身です。え、今日新潟から来たよって方はどれくらいいらっしゃいますかあ、ありがとうございます。あ 去年より増えたのかなで、あの、私が住んでいたのはですね、新潟市北区でですね、ここら辺です。で、ここに来るまで、だいたい車で3、40分とかで来れるんですけど、そうすると何が起こるかというとですね、なんと、今日、両親が <laughs>、あの、来てくれて、あの、小学生ぶりの授業参観。はい。 そういうところです。だって、こちら実じゅの、ぺ平さんからのご行意で声をかけていただきまして、あの、まあ、正直私、あの、親に自分の仕事してるとこを見られるのは恥ずかしいなって気持ちはありつつも、ま、なかなかこの年だとね、そういう機会もないのでありがたく、はい、来ても、両親も来てくれてありがとうございます。はい。というところで話していきたいんですが、えー、今日のラーニングアウトカムはですね、え、こちらになります。不確実性の高い状況下で有効な OKR、OK、アップデート戦略がわかる。 アップデートする中でチームに訪れる困難をどう乗り越えるかを学べる。皆さんこれぜひ持ち帰ってください。日本酒飲みすぎて記憶なくさないでくださいね。OKR!、OK、さあ、何の略でしょうかディスコードぜひ書いてください。皆さんクイズ好きなのは知ってますよオクラ。お <laughs> いきなりすごいの来たな。残念ながらオクラじゃないんだな。Objective Key Results。この2つが対になったのが OKR、OK、です。 OKR、OK、知ってるよって方どれくらいいらっしゃいますかああ、もうほとんどの方ご存知ですね。増えましたね。なんか去年もうちょっと、去年が、これまで私は OKR、OK、についての講演いろいろやってきたんですけど、やっぱりどんどん増えてる印象があります。とても嬉しいです。OKR、OK、というのは目標管理手法の一つですね。で、オブジェクティブスというのが目標、何を目指したいのかという問いに対する答え、気遅れするくらいの高いレベルで設定するものがオブジェクティブスで、多くの場合、これは あの、まあ、定性的なものを設定していきます。いわばビッグピクチャーですね。まさにオブジェクティブス。自分たちが目指すところ。で、それを達成していることを示す成果指標。こっちは定量的なもの。キーリザルトというのを複数設定していきます。で、この OKR、OK、というのはですね、このオブジェクティブスとキーリザルトが対になっているところが非常にポイントになっています。で、この OKR、OK、を えー、ま、もともとですね、様々なところに広めていったジョン・ドアーという偉大な方がいらっしゃるんですが、もともとインテルでアンディ・グローブがですね、インテルを躍進させるのに OKR、OK、を使っていた。まあ、アンディ・グローブは実は OKR、OK、という言葉を使っていなくて、インテル版の MBO だという言い方をしていたんですが、それを OKR、OK、として確立して、このジョン・ドアーが実 Google に行ってですね、Google に OKR、OK、を持ち込んで飛躍的な成長をもたらしたのがこの方。 でこの方の本、メジャーファットマーターズにですね、OKR、OK、は皆さんの最も重要な目標を明確にする。全員の努力のベクトルを合わせ、協力させる。組織全体に目的意識と連帯感をもたらし、多様な活動を結びつける。今日のダニエルのキーノートでもあった、やっぱり視座のね、視座がどんどん変わっていくわけです。現場にいる人とマネージャーが見ているものって違うんだけど、そのビッグピクチャーを合わせていこうというのはまさにこの OKR、OK、の話だと私は思っています。で、 この OKR、OK、OKR、OK、というものを設定すれば、じゃあ目標設定すべてうまくいくか。そうじゃないんですよね。重要な要素が3つあります。カンバセーション、フィードバック、リコグニション、対話、フィードバック、承認、称賛。でこういったものを組織で循環させることで OKR、OK、が浸透して機能していく。非常に重要なものになります。そして、キーリザルト。キーリザルトは私は仮説だと解釈しています。 これですね、OKR、OK、の中で一番大事なのは何って言ったら何を目指したいのかという問いに対する答えなんですね。で、キーリザルトっていうのはこれを積み上げたらオブジェクティブに近づくよねというような仮説なんですね。なので、その仮,仮説であるからじゃあ必ず自分が設定した成果指標を達成したらオブジェクティブは達成できるか。残念ながらそうじゃないこともある。 またメジャーファットマターズから引用します。YouTube、知ってる方いらっしゃいますかおお、皆さんご存知なんですね。すごい。まあ、多分知らない人いないですよね。で、YouTube じゃ、昨日見たよって人いますかあ、結構見てらっしゃいますね。皆さん日本酒飲んで YouTube 見て忙しいですね。で、この YouTube が Google に買収された後ですね、最初は視聴回数やクリック数というのをキーリザルトに設定していたと。 なんだけど、YouTube にとって最も重要なのは視聴回数やクリック数ではなかった。視聴時間である。これは非の打ちどころのない論理だった。YouTube は新たなコア指標が必要だった。こういった一節があります。かつて YouTube は視聴回数やクリックというのをの自分たちの目標達成の重要な指標だとしていたんですね。それが2011年にキーリザルトを視聴時間に変えていった。これすごい興味深くて、 回数稼ごうと思ったら、もうそれこそ TikTok みたいな短い動画をたくさん見せる方が稼げますよね。YouTube のビジョンとしては、その動画、動画の視聴を通して豊かな体験をもたらすっていうところを目指していたので、だったら時間だよねというところで指標を転換していった。なんで相反する、その短期的な目線だと相反するものであっても、オブジェクティブスを達成するのに必要であれば転換していくというのが、えまさに彼らがやったことで、で、じゃあ、 YouTube どうだったのっていうともう皆さん知ってますし、皆さん見てますし、やはりしっかりとオブジェクティブスに向かって適切な KR を設定することで成長していけるんだというのは、これ以上説得力のある事例はないかなと思っています。なのでですね、この OKR、OK、このキーリザルトの方はですね、あくまで仮説なので状況に合わせて見直していくというのが重要なポイントになります。では、 不確実性が高い状況下でキーリザルトを我々はどのように設定していくべきなんでしょうかオブジェクト術がありますキーリザルトがあります果たしてこの道は平坦かここで STAC マトリックスを引用しますあの皆さんピンボック7班結構話題になったんでね ご存じかなと思うんですけどピンボック7班でも引用されてました、ね、ステイシマトリックスというのが、その技術の不確実性と要求の不確実性を軸に取ったマトリックスで、まあ、両方不確実性が低かったらシンプルだよねと。まあ、両方不確実性が低い状況というのは、過去に例えばやったことがあるものを再度作るですとか、そういったものってまあやり方も分かってるし、まあ、どういうニーズがあるかも分かってるんで、ここに属すると。一方で、ニーズは分かってるけど、どう作っていいか分からなかったら、 この技術の不確実性は高い状況になりますし、自分たちで何かできるんだけど、あのニーズがまだ確かじゃなかったら、やはりそこも少し複雑になってきて、そこには経験主義が必要になってくるんですね。で、両方不確実だったらなおさらですね、複雑な領域なので、え経験、やってみて、経験して、そこから学んでいくことが必要になります。 でここだったらいいですよね、楽ですよね、目指すところが平坦なんで、もう、ビャーンって行けばいいんですよ。設定した KR に対して、まっすぐ行けば、王は達成されると。どうですかね、皆さん、設定した目標そのまんま、何も変えないで平坦にゴールに行けたことありますかありますかありがとうございます。そうですね、今日もまさかゴールに行く前に日本酒が配られるとは思ってなかったと思いますが。 でこの煩雑複雑の領域にいるときに目標設定ってとっても難しくなってくるんですねなんで,で難しいかっていうとまあシンプルで見えていたかのように感じていた OKR、OK、の道筋そこには雲が横たわっているとどうやって達成したらいいか見えない KR を積み上がった先に果たして O の達成があるのかそう確証が持てない この雲を少し半透明にしたときに、頑張って向かっていたのに、実はキーリザルトに繋がっていなかったり、キーリザルトに行く道がすごいぐにゃぐにゃ曲がっていたり、なんならオブジェクティブスとちゃんと繋がっていなかったりと、そういうことがある。で、これは前に進むことで雲に近づいて、あ、これちょっと違うなって気づいていけるんですね。だから、不確実性の高い状況であれば、もうキーリザルトっていうのは更新する前提で考えなきゃいけないんですね。 なのでシンプルで計画主義のきはもう最初に立てた目標をそのまま突っ走ればいい。なんですけど私たちが向き合っているようなものっていうのはやっぱりやってみて初めて分かることとかと、かやってみて経験したらそこから新しいニーズが生まれてきたりするので、もう必然的に試行錯誤が伴う。なので、KR の更新が必要となる可能性は非常に高い。よし、分かった。じゃあ更新する前提にしようと。じゃあ最初どう設定するべきなのかなと。特に複雑な場合。 なんとなく目指したいオブジェクティブスはあります。なんだけどそれを示す指標がわからないどう向かうかわからないその時には2つのアプローチがあります一つは海空間内を探索する。 これはあらゆる可能性を検証するセットベースのアプローチですね。いきなり正解を狙うんじゃなくて、もうそもそもどうやったら正解に近づくかわからないので、もうとにかく今自分たちが持てる能力をフルに使って正解に近づける方法を探索する。もう一つが開空間を狭める。これは例えばですね、オブジェクティブスでこうなりたいっていうのがあった時に、まあ、類似するプロダクトと比べて、自分たちが今作っているプロダクトの立ち位置はどうなんだろう。これは競合でもいいですし、自社プロダクトでもいいです。で 自分の今作ってるものだけで押し量ろうとすると、どのくらい離れてるか分からないんですけど、あの、既存のものと比べると、あ、ここは、ここは既存のものより自分たちの今作っているものいい感じだなとか、ここはまだ弱いねっていうのが見えてきたりします。なのでそういう相対的な立ち位置を明らかにするようなメトリックスを定めるというのが一つポイントになってきます。 で、こっちの海空間内の方のキーリザルトとしては、例えば、試作 N 件リリースしますのようなもの。今持っている情報で考えられる試作をできるだけ実施する。で、これって一歩間違えるとビルドトラップになってしまうので、かなり気をつけなければいけない。あくまで探索するための、探索するために手数打つんだよっていうところはグリップしとかなきゃいけないんですけど、あの、と,とにかく打つ手打つというのは、このまだ分からないこと多い段階では有効です。 そしてこっちの開空間を狭める方ですと、えー、ベンチマークを作るんですね。適切な指標を探索していくと。で、あ例えばウェブサービスとかだったらコアウェブバイタルスとかも絶対的なあの便利な指標があるんで、もうそれ使いましょうでいいと思うんですが、まあ、ない場合は、あの、競合製品よりどれくらい優れているかだったりとか、その自分たちが大事にしているオブジェクトに近づくであろう指標というのを探す。で、それを計測するためのベンチマークを作ること自体をキーリザルトにしていく。 技術も不確実性があると。要求も不確実性があると。どっちを低減させるかやってみるまで分からない。なので、両方からアプローチしていくのが大事だと考えています。はい。ここまでがですね、一旦そのキーリザルトが、まずオブジェクトに対してキーリザルトが不確実性が高いという時にどうアプローチしていくかという話だったのですが、ここでちょっとケーススタディを挟ませてください。私の勤めている会社で実際にやっていることを紹介します。の前にですね、皆さん大好きなクイズ、 ここでクイズです。さあ、ゴールデンウィーク皆さんどこか行かれましたか私はなんと、新潟に来ていたので、あの、2週間ぶりって感じなんですけど、やっぱり久々のゴール、あの、まあ、5類に移行したのはゴールデンウィーク明けではあるんですけど、やはり久々にお出かけしてもいいなってムードだったのもあって、結構渋滞してたんですよね。さあ、日本における渋滞がもたらす年間の経済損失の規模は、 これはですね、ディスコードの方もぜひ答えてください。で、皆さん、会場の皆さんもぜひ答えてください。A、12円。B、12万円。C、12億円。D、12兆円。さあ、どれかな ?A だと思う人。ああ、明治時代かなんか起きてるのかな <laughs> ?B だと思う人。これだったらなんとかなりそうですよね。C だと思う人。お、ありがとうございます。結構、12億、結構な規模感ですよね。12億円欲しい。 さあ D だと思う人。あ、すごいな。おお、ダニエル、グッド、そう、正解。12兆円。そうなんです。あ、結構みんな正解してるな。詳しい。そうなんです。すごくないですか ?12 兆円。んかこの渋滞ってやっぱり悠々しき問題なんですね。で、これなんで渋滞って起きるのか。ごくごく簡単に説明すると、A 地点から B 地点に行きたい。 その時に A, B, C 道路があった時にみんなが B の道路が一番いいよねって集まっちゃうと道路の交通容量をオーバーしてしまう。交通量が交通容量をオーバーすると、まあ、要はそこで渋滞が発生します。じゃあカーナビってどうやって経路を選んでるのっていうとこの A, B, C 経路があった時にすごく単純化すると、まあ、この中で一番所要時間が短いやつを選びますと。 で、じゃあ、例えばカーナビがちゃんとここ渋滞してるっていうのを考慮して計算すると A の方が早く着くよと。そうすると A の経路を出してくれるカーナビを使ってるユーザーはこっち使うんですね。何が起こるか。そうするとそのユーザーはもちろん渋滞にはまらないんで嬉しいですし、この実は B ルートをもともと使うだろう 人がこっちにずれてくれるので全体の最適にもつながっていくとちょっと弊社のサービスの紹介になって恐縮なんですがあのですね渋滞情報をどうやって作っているかあのビッグセンターというところが道路にあのセンサーを設置してそこから収集しているのもあるんですが今多くのスマホアプリでやっているのがですねプローブ情報というのを使っていますこれはサービスを使ってくださっている 方の GPS ログを集めて、この道路混んでるなとか、そういったことを分析するようなものをやってるんですが、実際の弊社サービスはですね、今、1日あたり約1000万キロで、地球250周分ぐらいにもなるというようなデータの規模になっていまして、かなり渋滞情報としては量が溜まっていると。で この量が増えれば増えるほど質も高まる。例えば一本の道路に対して一つのユーザーしか走ってなかったらその人がたまたまゆっくり走ってたらそう遅くなっちゃうんですね。で、なんだけど複数人が走ってると正しくそこの旅行速度がわかりますし、えー、ユーザーが増えれば増えるほどつら浦らどの道路も渋滞情報があるという状態になると。ということは、たくさんのユーザーに使ってもらえる。そうすると交通情報の質が高まる。 所要時間推定精度が高まる。ユーザーが渋滞を回避できる。すると、たくさんのユーザーが使いたくなる。いいループが回っていきますねで。たまに質問するんでちょっと触れておくと、え、でもそれでみんながその経路行っちゃったら、今度そっち。 そっちが混むんじゃないのっていうのはあるんですけど、実、まあ残念ながらそんなに全体に影響を与えるほどユーザー数多くありませんっていうのはありまして、まあ、そのぐらいまで多くなってくれたら、まあ、今度全体最適っていう次の課題に取り組んでいくのかなと思っています、まあ。とにかくこういういい循環が生まれるんですね。で、このいい循環を生むために、このまさに交通情報を生成することをミッションにしている研究開発チームでは、えー、去年こんなオブジェクティブスを設定しました。日本一の 所要時間推定制度を実現する。これはですね、これを設定した瞬間もチームのメンバーみんなワクワクしたんですね。これは実現したいと。 この所要時間推定精度を高めるっていうところは、この良いサイクルの起点になるので、これって自分たちのサイズ使ってもらうという意味でも嬉しいし、世の中の渋滞をなくしていくっていうところにも貢献できるんで、やるべきだよねってめちゃくちゃワクワクするオブジェクティブを立てることができた。なんだけど、どうやったら日本一になれるかわからないし、そもそも日本一って何よっていうところ技、術技術も要求もともに不確実性がある状況でした。ここですね。 なんでワクワクしてみんなこれ絶対達成したいよって言いながらも道筋が見えないどうやったらいいんだろうっていうオブジェクティブでしたここでさっきの2つのアプローチが出てきますこの海空間内の探索としてはですねまずはあの今自分たちが持ってる情報であ、ここ精度悪いねみたいなポイントが見えてるところもあったのでまずは自分たちでよくできることをやろうと所要時間推定精度改善施策 N 件リリースというような打ち手を打つ目標を立てました そしてもう一つが、指標として所要時間推定制度の課題を可視化するベンチマークを作成しましたで具体的に言うとあの所要時間って見たときに高速道路はどう一般道はどう一般道も国道はどうなのとか地方はどうとかそういった少し詳細に見ていくようにして苦手なポイント、得意なポイントを見るというようなことをやっていましたでこれやっていったら結構面白いことが分かってですね、高速道路走行時はかなり所要時間推定制度が高いということが分かりました。 一方で一般道を走るところは、やっぱりあの信号があったりとか選択肢がたくさんあるから結構難しいんですね。なので一般道走行者の所要時間推定制度は課題があるよねとで。課題を読み解いていくと、あの一般道じゃ全部悪いかっていうとそんなこともなくて、特定の道路の制度が良くないっていうのが分かっていきました。ということは、 じゃあ、この精度が良くないところ、この精度低下要因を明らかにして改善したら全体の精度向上につながるんじゃないかと。そうして生まれた新しいキーリザルトがこちら。一般道の重点課題区間50%削減。で、この重点課題区間っていうのが、あの、弊社としては達成したい水準があって、その水準を割り込んでいるようなところですね。あの、よく、あの、自分たちに使っていても、ちょっとこの道路はなんか予測外れちゃうよね、というようなところの数を減らそうと。 いうのを掲げました。で、このキーリザルトが出てきた時もですね、やっぱりメンバーたちは、あ、これいいねと。王に近づくっていう確証が持てる強い KR だねということで、いい KR があの見つかることができましたで。さっき言ったみたいになんで、その、 複雑な状況にあるときに技術の不確実性、要求の不確実性、どっちを低減させれるかってやってみるまでわからないんですね。なのでさっき紹介したように、まず打ち手を打ちまくるっていうところと、目指すところを明らかにするっていうアプローチを両輪で走らせました。でそこからやってみて思ったのが、とはいえ、目指すところって、 目指すところ次第で必要な技術変わってくるのでどっちかっていうとその要求の不確実性を先に低減させるようなアプローチがいいなというのは実体験に学んでいきましたここで一旦ケーススタディ終わりですはいでこのようにして注力ポイントが明らかになりましたとそうキーリザルトとして目指すものが明らかになったそこからどうしていくかという話になりますはいもう 何もかもか不確実だったところから要求に関しては分かりましたと目指すところは分かったで量をこなすような KR を持っていたところから質的なものに転換していくわけですね、まあ、先ほどの私たちの会社の例でいうと所有時間の精度を上げたいとあの精度が悪いところの数を減らすぞというような目標を立てていたと。 で、そうすると何が起こす、起こるかっていうと、元々のやつって言ってしまえば自分たちで頑張れば達成できる。頑張れば必ず達成できる性質のもの。でも、精度を上げるだったりとか、コンバージョンを上げる、売り上げを上げるだとか、ユーザーの体験の何かしかを良くしていくことって必ず達成できるわけじゃないんですよね。だから、仮説立てて、 検証して評価して、検証計画をしていくと、そこから学んで、また仮説を立て,て検証していくという仮説検証サイクルを回していくことが大切になります。なので、もう必然的にやっぱアジャイルにやっていくということが、あの、ヒットしていくんですね。でなんで、まあ方法としては我々アジャイルという武器がありながらも、 うまくいかない。それまでは頑張れば達成できる世界にいたのが、やってリリースしたけどあんま数字上がらんな、みたいな世界になると、あそこは報酬が得られない状況でもあるんで、ちょっとしなしなしちゃったり。いや、全然頑張っても梨のつぶてだよって、チャレンジングすぎるんじゃないのと、しなしなする要因をはらんでるんですね。なので、もうともすると、そのモチベーション高い人たちが下がってしまう要因もあるので、なかなか難しいなと。 この試行錯誤が前提となるキーリザルトと向き合いながら、モチベーションを維持するためにはどうしたらいいんでしょうかここからケーススタディに行こうと思うんですけど、ちょっとコメントなんかあるかな大丈夫だな。ありがとうございます。はい。じゃあ、えー、再びケーススタディに行きたいと思います。で、またさっきの同じチームの話です。で元々は改善施策打つぞと、とベンチマーク作るぞっていうのをキーリザルトに設定していました。 でそこから一般道の重点課題区間50%削減するぞという質的な目標に変わったこの時メンバーたちはどう受け止めたんでしょうかいろんなコメントもらいましたでその上期に昨年度上期にさっき言ってた前半のキーリザルト2件やってたんですねでそこで見えてきた一般道の精度が低いというところそこにフォーカスされたいい目標だと感じて達成に関してモチベーション高かったですとだったりとかあと 実際にそのベンチマークを作ってくれたメンバーは自分が作ったシステムがそのチーム全体のキーリザルトの決定要因になったのでもうすごいやっぱり嬉しかったみたいなんですね。嬉しかった。それは本人の達成感もだしチームに貢献できたっていう意欲があったということで非常にモチベーション高かったです。で、もう一方はですね、あの、まあ、正直不安はありましたと。で、それがこのメンバー実は過去に一般道の精度を上げようというトライをしていたんだけどそこはすごい難しかったことを知っているので不安に感じていたけども、 この方はですね、個人的によくドライブされている方で、それで一般道の所要時間というところに課題を感じていたと。その自分をやりたいことをできる大義名分が得られたということで、まあ、少し温度感だったりの違いはあれど、みんながワクワクしてくれている状態でした。なので、このワクワクしなしな要因で言うと、もう、まあ、システム作った人からすると、もう自分がや、自分の成果が、 直接的にキーリザルトに結びついているから適切な報酬を得られていますし、まあ、自分が普段感じている課題をに対して取り組めるということで自立性も発揮できるチャレンジングだしもう当然、社内外もインパクトありますよねこれで認められている実感があるということで非常にチーム総体としてワクワクするような状態チャレンジングな KR の達成にモチベーションを持っている状態でしたじゃあいざ KR を追え始めたらどうなったかでやっぱり大変だったんですよでなかなか数字が伸びなかった。 なかなか伸びなかったんでちょっと苦しいなって思ってましただったりいざ試作を打ってみた時に目標に対して還元率が低くて件数を打っていくのよりやっぱ難しいなとただまあリリース基準が明確になったんで進めやすかったりとかやはりそのこれまでの打ち手と比べてやっても必ず達成されるわけじゃないっていうところが少し苦しかったというのはこのメンバーも言っています。 面白いのは、どのメンバーも成果目標の方が本質的だから、その目標になったことに不満はないというのをみんな言ってくれてたんですね。そこは本当に良かったなと思っています。一方で、やっぱりモチベーションはあるけど、辛いよねってことで、しなしなしてるのは事実だった。結構、この、ここのプロダクトオーナーとですね、私、習字でワンオンやってたんですけど、特に12月ぐらいすごい辛かったんですね。 OKR、OK、小田中さん進まないんですよって言って。でこの時他にもあ、今回説明のためにあの所有時間の話だけしてますけど他にもやることはあるんですね。その中でここに集中しているがゆえに他のタスクも含めて1ヶ月成果が出なかった時があったんですね。12月も苦しいと。これはですね、やればできるキーリザルトでは味わうことのなかった重圧がチームやプロダクトオーナーを襲っていきました。で やっぱ近くで見てたり中見てると目標の難易度が上がってるので少し動かないことあるのもしょうがないよねっていうのは分かるんですけど少し遠くから見るとあれなんか急にトーンダウンしちゃったけどどうしたの元気ないねみたいな感じになって周りもサポートしようと思ってそういうこと言ってくれてるんですけど目標達成に席持ってるプロダクトオーナーがすごいあのちょっと重圧を感じてしまうと。 で、だんだんチームの課題も浮き彫りになっててですね。このプロダクトオーナーっていうのは元開発メンバーで去年から初めてプロダクトオーナーやってくれてたんですね。で、誰よりも開発熟知してるんで、で、まあ、プレイングもやってたんですで。プレイングやってる中で俺がやった方が早いっていうのがあったと。で、 俺がやった方が早い、なかなかそれでメンバーが育っていかない中で、な,なん、とかメンバーにじゃあやってもらおうよとやったら、やはりまだ、習熟度が高くないこともあって、高漏れによる手戻りがあったりすると。え、まあ、これって、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますけど、別に OKR、OK、の難易度うんぬじゃなくて、チームとして課題なんですよねで。チームとして課題なんだけど、自分たちにとっての OKR、OK、の難易度が低かったときは、あの、目標達成できてしまっていたがゆえに、課題になってなかった。で、高い目標になったことで、課題を希望になっていきました。 ですね、10月にキーリザルトを新しいチャレンジングなキーリザルトを設定して12月時点でなんと達成率0%皆さんどうでしょう自分だったらかなりしんどい状態結構しんどそうな顔の人いますね、はい、しんどかったんじゃないのかなとこの状況でチームはどうしたかはい国民の皆さんクイズですみんな大好きクイズです A 諦めた BKR を見直した CBO を恨んだ B、諦めず目標に向かったさあ、どれでしょうかじゃあ会場の皆さんまた聞いていきましょう A、諦めたお1人もいない B、KR を見直したあ多いですね、ありがとうございます C、PO を恨んだああもう皆さんすごい背筋伸びてらっしゃって素晴らしいですねあの、そういった方々とぜひお酒を飲みたいです D だと思う人、ありがとうございます。 実は答えは D、諦めず目標に向かったになっています、はいであ。で、皆さんの回答の結果を見て先にちょっとネタバラシをするとこれが必ずしも最高ではなかったなと思っています。というのも皆さん一番 KR を見直したが多かったんですけど今振り返ってみるとそこがあの選択肢としては良かったかなと思っています。というのもこの後話していきますね。 諦めず、向き合った彼がすごくてですね、なんか1月になってからブーストして、1月25日に1個目施策が出てきたらいきなりキーリザルトがパンと19%跳ね上がったと。2月27日に2つ目の施策を打って11%パン上がった。で、この後、まあ、1週間ちょっとで今度3月9日にキーリザルト4%、今度上がり幅は小さいけどまたパンと上がってくれる施策を打ってくれた。そして、運命の、そして3月末、どうなったか。 残念ながらですね、目標達成はできませんでした。年度内の最終的な達成率30%。OKR、OK、ってそもそもあの高い目標にしましょうと。どんだけ頑張っても70%ぐらいに着地するような高い目標にしましょうと言われています。そ,うそれ考えてもやっぱ30%着地はちょっとハードだったなと。あのラーニングゾーンを超えて少しパニックゾーンにもしかしたら入っていたのかなというようなことが私の反省としてあります。 なんですけど結構驚いたことがあってなんで年度内で一遍その OKR、OK、追っていたものの検査するんですねでああまあ30%ぐらいだったねとでビジネス環境も変わっていくのでまた新しく OKR、OK、としては考え直していくんですがあの、まあ、このチームからいやまだ実はこの数字積み上げるために出せてないものがあるとだからそれはやらせてくれということで年度内の OKR、OK、目標のところには計上できないかもしれないけどやらせてくれということで 年度過ぎた4月6日に試作 D をリリースして、ここでまたさらにキーリザルト8%上積みということができました。でこれはあの個人的にすごい嬉しかったんですよね。あの、まあ、なんかスタンドプレート言ってしまえばそうかもしれないですけど、やっぱ自分たちで達成するべきだと思っているものを最後まで諦めずにやってくれたっていうのですごく良かったなと思っています。ちょっとこぼれ話なんですけど、あのさっき言ったみたいに私、あの、ゴールデンウィーク新潟に え、帰ったというのがありました。で、車で帰ってですね。で、やっぱり東京から新潟に抜けていくときに、東京の近郊すごい混んでるんで、そこはなるべく早く抜けたいと。新潟来たら大体楽勝なんですね。で楽勝なんだけど、川並に乗ってたらですね、なんか、なんか多分皆さんご存知だと思うんですけど、中野島見つけっていうインターチェンジがありまして、で私、豊坂まで行きたいのに、中野島見つけでいきなりなんか、 降りろって言い始めるんですよね。これなんでかなって運転しながら思ってて、うん、あれもしかしてやばい、これバグ踏んだかって。ちょっとこれ帰ったらチームに報告しなきゃって。とか思いながら走ってて、見たら遠くの方から車のハザードランプがパッ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 ってついてきてですね、渋滞が今まさに目の前で起こっていると。 で、まさに私は今、中野島見つけで降りるかどうかの選択を迫られている中で、パパパパパパと来て、も向こう側から、お前も渋滞にはめてやろうか。お前も渋滞にはめて。お前も渋滞に。ポン新しい経路が見つかりました。で、見つけから降りる。はい、はい。見つけから降りるルートが出てきました。 で、これは高速道路さっき言ったみたいに所要時間の精度高いというのがあったんですけど、実は一般道の精度も高くないと降りるって判断、カーナビできないんですね。だから、この時にチームの彼らが1年間かけて頑張ってたことが、俺を救ったと。みんなありがとうと。俺のためにありがとうみたいな気持ちになったんですけど、本当に自分が、自分たちが作ってるものが、本当に渋滞回避に役立ったんだというのを、本当に2週間前に体感して、すごく嬉しかった。 帰ってチームのメンバーにこれ共有したら、あの、すごい喜んでくれました。喜んでくれたんですけど、みんな新潟の土地勘ないんで、いや、見つけて降りてさーって言っても全然ピンと来てなかったですけどで。なんで1月以降急にキーリザルトを積み上げられるようになってたのかなって。でさっきちょっとあの悲しげなトーンで浮き彫りになっていく課題って話をしましたが、実はこれすごいいいことなんですよ。課題が見えたんで、こういっただあの PO に依存してしまってるよねとか、 香料漏れが起きちゃってるよねって課題が明らかになったんで、彼らはそこでですね、あの振り返りに基づいていろいろ改善したんですねであのリリース。そもそもリリースしていいかみたいな基準も曖昧だったので、まあ、そこでいろいろ手戻りが起こってたりしたんですけど、そこをじゃあ明確にしましょうとか、でそれもいっぺん決めて終わりじゃなくて何度もブラッシュアップしたりとか。でそういったことがやっていたので、実を結び始めて1月以降、あの短期間でリリースしていくということが可能になったと。 高いチャレンジングな目標を目指していくときっていうのはもう今時点の自分たちの能力でやっぱりできないわけですよね。だから成長していかなきゃいけない。成長していくには小さいサイクルで自分たちの開発を回してそこから学んでいく必要がある。で彼らそれやってたんですよね。達成状況を短いスパンで確認する。だからもう10月から12月辛いんですよ。毎週毎週 OKR、OK、進捗ダメですっていうのを 見ながら、それでも振り返って、試作で、とにかく試作を打てるようにしなきゃダメだっていうので頑張ってくれたんですね。で、まあ、なんでそういったまず振り返りを続けたっていうところが非常に重要ですし、じゃあどうして心が折れなかったのか、どうして頑張れたのか。 これ、ピーター・ドラッカーのですね、非営利組織の経営という本があるんですけど、そこにこんな一説があります。成果を上げる道は、尊敬すべき上司、成功している上司を真似ることではない。たとえば私の本であっても、そこに載っているプログラムに従うことではない。指紋のように、自らに固有の強みを発揮しなければ、成果を上げることはできない。という一説があります。なぜこれ引用したかというと、この自らに固有の強みっていうところが、ポイントで、 これが私たちがここにいる理由。我々はなぜここにいるのか。そう、実はですね、OKR、OK、を作ったときに、チームの我々はなぜここにいるのかと強く結びついていたんですね。道路交通に関する全ての社会課題を減らす。これがこのチームの我々なぜここにいるかでした。 社会課題を減らすとユーザーが増えるよね。そうするとデータ増えるよね。解決できる課題が増えるよねと。さっき私が言ったサイクルをまさに我々なぜここにいるのかのところで表現してくれていました。で、このなんで自分たちの固有の強み、目指したいところというのが OKR、OK、と強く結びついていたので、そ,そ今目の前の OKR、OK、の達成が難しい時でも、いや、これは自分たち達成するべきだろうと頑張れたと。まさにビッグピクチャーを描いていたがゆえに折れずに頑張れたのかなと思っています。 であとはこの特に後半の,その重点課題区間50%というものは自分たちがベンチを作りましたと自分たちで仮説立てましたというところから設定できたキーリザルトだったんですごい熱意を持って取り組めたんですね実際終わってみてからどうだったというのを聞いてみたら、まあ、やっぱり日本一になるという目標に対してストレートに切り込む目標だったからモチベーション上がりましたとただ数値上がらないのはやっぱりモチベには関わっていたので、まあ、それで下方修正とかしてもよかったのかなだったり まあ少し,し、進めてみて難しいことが見えてきた段階で、目標値の修正はしてもよかったかな、とか。でただ、目標達成する、目標の達成自体、キーリザルトの積み重ね自体が目的化していれば、それは件数目標の方がいいんだけど、本質的には、その自分たちのんで我々はなぜここにいるのかを体現するのは、今回の成果のものだったので、成果目標で持つべきだとコメントがあったり。 とはオブジェクティブスを達成するための1年間の流れ、上期にオブジェクティブを達成するための課題を見つけて、下木はそこにアプローチしていくというのがとても綺麗だったと思います、納得感もありますというコメントや、件数の目標から改善幅の目標に変えたこと自体は良かった。でも、このメンバーの最後の一言がちょっと僕、心に残って、一方で、なかなかに難しい数値だったのが、自分の力量不足なのか、今でも考えています。 これはなんかちょっと責任者として申し訳ないなって思ったんですあの辛い気持ちにさせてしまったんだなとだからさっきのクイズで正解は D だったんですけど B にしたらよかったなっていうのはまさにこのところで結局彼らのモチベーション高かったんで未達だけどやりきることはできたとでも KR の妥当性についてはもうちょっと吟味して更新していくべきだったかもしれないなと思っています ケーススタディここまでです。はい。で、ケーススタディでお伝えしたかったところとしては、なんで、その成果指標とキーリザルトにしていくと、それまでの積み重なれば何とか達成できるものと比べて、難易度が上がっていくと。で、難易度が上がってきたときに、どうしてもモチベーション阻害しやすいので、そのときには、元々のモチベーションの源泉としっかり結びつけていくところ、そして、えー、あの、サイクルですね。しっかりアジャイルのサイクルで回していくというところが、えー、生命線になってきます。はい。はい、では、まとめに入っていきます。変化への対応。 OKR!、OK、はいもう誰も反応しなくなってきましたね。はい、疲れたのかな、はいはい、でキーリザルトというのは今日話していたようにあの、オブジェクティブス、目標がまず大事なんですが、そこに対しては、ちゃんと王に,王に向かっているということを示すだろう仮説なので、適宜、状況に合わせて見直していきましょうとで。中には不確実性が高いものがあります。KR を達成する道筋が見えない、KR を積み上げた先に王の達成があると確証が持てない。 そういった時にはもうキーリザルトは更新していく前提で考えましょうその時に取れる2つのアプローチが開空間を探索することそして開空間を狭めることです技術にも要求にも不確実性がある場合どうアプローチしていくかまず低くするべきは要求の不確実性ここにアプローチしていくことをお勧めします 方向が明らかになったらですね数を打つ戦略から明確な成果を狙う戦略へ転換していきます。もともと成果指標っていう名前なのでいや最初からこれ狙いなさいよっていうのはそれはその通りでありつつもその成果をどう目指していいかがわからない段階ではまずは打ち手を打ちましょうという話です。 でこのフェーズになってきたら、やればできるものではないので、仮説検証サイクルを回す。だここからは本当にですね、あの組織が目標に向かっていくにあたって、アジャイルの実践値持っている皆さんというのが本領発揮していくところだと思っています。でその時に皆さんね、やっぱりあの失敗から学ぶってことにすごい慣れているし、どんなあの表面上の成果が出ていなくてもそこから学べる人たちなんですけど、なかなかそうじゃない人もいると。やはりうまくいかない、これうまくいかないんじゃないか、目標高すぎるんじゃないかと、しなしなしてしまうことがあると。 でも、そこって自らに固有の強みである我々はなぜここにいるのか OKR、OK、を支えてあげれば自分たちなんでこれやってるんだっけってことを思い出せればモチベーションを保ち続けることができるんですね自分たちで主体的に更新していけばいいんです達成状況を短いスパンで確認して振り返って改善していくことでモチベーションを保ちながら成長し達成と向かうことができます では、不確実性に打ち勝つ KR 戦略、OKR、OK、戦略とは何なのか。KR の戦略的転換。まず、打てる打ち手を打っていく。打ち手の方向性を定め、そして、向かう先が明らかになったら、この時が戦略転換するポイントです。成果に向けた仮説検証サイクルを回すようにしていきましょう。このような戦略転換をした時に起こるのが、KR の高難度化。その高い難易度の KR と向き合っていくことが必要になります。 仮説検証サイクルを回し続けましょう。我々はなぜここにいるのかと OKR、OK、を結びつけて、KR の主体的な更新がモチベーションを維持するという源泉になっていきますので、そこをしっかりやっていきましょう。で、実際自分たちのチーム見てて思ったのがですね、目標の達成が自分ごとになりきっているチームってもう諦めることできないんですよね。でも新しい OKR、OK、にする年度になってるんだけど、自分たちはそれを信じているから達成に向かっていける。そのような強いチームになるというのは、あのまあ、目指すところなのかなと思っています。 というところで、はい。確約しよう、目的の達成を。集中しよう、チームの向かう先に。後悔しよう、自分たちの歩みを。尊敬しよう、チームをみんなを。勇気を持って、前に進もう。さあ、皆さん、ご賞はください。いきますよ。確約、集中、公開、尊敬、勇気。確約、集中、公開、尊敬、勇気。確約、集中、公開、尊敬、勇気。 ありがとうございました。<laughs> さあ。そうです。おお、田中さん、ありがとうございました。した最後、圧倒されて、ちょっと、ちょっと、と、と、とびっくりしました。<laughs> <laughs> あの、質問がある人はいらっしゃいますか。まだ時間があると思います、ね。 はい、永田さん、こちらへどうぞ。そっちがいいかな <laughs> まずはここに書いてある言葉を言ってから質問を。えっど,どっから告約集中公開、<laughs> あ <laughs> 早口言葉みたいです。国約集中公開、尊敬勇気。<laughs> はい。どうです <laughs> ということでですね、あの、 あ,あちょっとね、いくつかちょっとあって申し訳ないです、あの、一つは、えっと、あのあ、の、最初にこうやった、あの、O ですねって、なんでしたっけ、オブジェクティブです。オブジェクティブの、で、ケースで上げたやつのオブジェクティブはどれでしたっけ、はい、あの、日本一の所要時間制度の<れ>出してもらいます、出ます。 で、これって、はい、えっとあのでそれがあの、最後の方で、はい、我々なぜここにいるのか、はい、ということと結び過ぎてこれはだから「インセプションデッキ」の一番最初の問いですよね。はい、うん。で、えー、アウトで、まあ実現するんだけどそうすると世の中をどうしたいんですかというのがあって、はい、なんか。 まあこれを実現するために我々はここにいるんだけどそれは世の中がそれでどうなったかって言ったらその一つはえっともうなんだ一番いいタイミングで自分あの一番ルートがの一番いいルートを支持してくれて助かったっていう話ですよね。そういうふうなバリューを与える。 といいいううふうな社会にしていきたい、はい、でそれってなんかビジョンのように思えるんですけどどう思われますか何だ、はい、ろうその我々はこういうふうなものにしていきたいうん、うん、こういうふうに社会を変えていきたいみたいな、はいはい、あそうですねおっしゃる通りでた我々はなぜここにいるのかとおっしゃるとおりだったミッションでその、ま、なんでもうその交通であそんですか なぜここにいるのか私はミッションとして解釈していますでそのミッションの先になりたい姿としてビジョンがあるでビジョンとしては究極的にはなんでもあの渋滞なくすぜってよく言ったりしてるんですけど<あ>、はい、じゃあ質問がありますこれとそういうふうなビジョンとかそういうものとの関係って何、はい、んですか、はい、ありますかあそれでいきますありがとうございますそうですねあの日本全国ツアー,ーでそもそも渋滞がなくなるよっていうのをじゃ今,今自分がいるところでできることって何だろうっていうととにかく 今自分たちが持ってる技術アセットで所要時間精度を上げていくと少なくとも僕たちのサービス使ってる人たちは渋滞を避けることができるよねとでそうすると分散につながっていくよねとで今自分たちにできることはまずそれだよねというので結びつけていますビジョンに結びつけたオブジェクティブだっていうことですね <laughs> あそうですねはいおっしゃるとおりであとうございますで,す、はい、であとそれが K、R、あじゃあ O O でえっと高いところにやるって言ったんだけどはい。 で、えっと、それを調整す,調整するのか後で直していくというのがちょっとど,どこの加減までやるのかっていうのがもやっとしてるなっていうところなんですけどうん、うん、なんか変えるってこうやっていろいろサイクルやってるけれどもそれをじゃあ,あ,のじゃあこ,のこのくらいにしていきましょうかってなって適当なところにやるのがモチベを維持できるのかどうか。はいはい なんか、それってどう、あかあります。めちゃくちゃいい質問ですね。あの、そうなんです。あの、下方修正って実は結構罠で、あの、このワクワクとしなしなの例で言うと、その、今度簡単すぎたらそれはそれで、やっぱり、なんでしょう、モチベーションを損ねてしまうっていうところには繋がったりしますし、その。 高いい目標を諦めててしまったったううような記憶が残っちゃうのでそこはかかななりデリケートかなと思うんです、ね、でなんでそこは単純に無理だから諦めようというよりはあの得られた情報であの自分たちの今の打ち手だとこのぐらいのところなら目指せそうだねってもともとやったやつはかなり無理なものだったからそれはじゃあ来年度やろうかとかそういったあのなぜ目標を変えるかというところをしっかり話して た上だ、っったら更新しててもいいいかなとと思まますすあ,ありがとうございます最後なんですけどむしろ、情報修正の方がいいんじゃないかって私はちょっと思ったんです、あ<っ>つまりトヨタ生産システムってあるじゃないですか、はい、あのラインでね太田太一がやった時に、はい、ここのところのバッファーを減らせ、はい、つまり、えっと、オブザベーションして、でちょっとこ,、はい、これ、もうちょっといけるなってったら。はい あのプレッシャーをかける逆にうん、うん、そ王、えっと、を上げるということはプレッシャーを上げるっておっしゃいましたよね、はい、だから様子を見て逆にこれってもうちょっとこうした方がいいんじゃないって言ってあの情報修正を上にしていってうん、うん、あの様子を見ながらハードル上げた方がモチベーションをある程度うん、うん、維持しながらうん、うん、だけどもっと高いところに行ってなんで太田大地は 大野大使はそうしたかというと、それでもって改善活動を、あの、要は、あの、仮説検証を回しているんですよね。はい、それで、促して改善を促すということをやってるんで、むしろその方が、うんうん あの、今おっしゃったやつの方が効果的に回るんじゃないかと思うんですけど、うんうん、いかがですかあ、ありがとうございます。あの、実はですね、メジャーファットマターズという本では、グーグルがまさにそれをやっていた例が出てまして、はい。あの、クローム、グーグルクロームっていうブラウザーもかなりみな皆さん使ってると思うんですけど、あの、出た時に、最初から高いユーザー数の目標を掲げていたら、達成できなかった。達成できなかったら、もういきなりその倍ぐらいのキーリザルトにしてってい倍々ゲームを何回かやって、で、まさにその時に、まあの、読みながらなんでこんなことする 最終的にやはり改善をすごい回して最終的に達成したというのがあるので今、お話を伺って私自身も確かに見直すっていう中で下方修正前提で考えちゃってましたけど確かに目指すところにより近づく方向に行くというのも選択肢としてはすごいありだなと思いましたヒントいただいてありがとうございます。 他に質問はありますかねなさそうですかはい。じゃなければ、はい小田中さんのセッションはこれにて終了です。小田中さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。